つも皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこのコースターコーナーからちょっと説明をしたいと思います。コースターにはですね、いろんな種類があります。でまずうちのこちらの商品なんですが、だいたいですね50年代から1970年代ぐらいのやつが結構主にこう展示してるんですが、とにかくコースターっていうのはデザインが本当に素晴らしいです。もうね、後からまた一個一個ね、アップも撮っていきたいと思うんですけれども、あといろんな種類があります。その前にコースターについてのちょっと豆知識をちょっと皆様の方にちょっとお教えしたいと思うんですが、こういったですね、パズル式のコースターもあります。これも本当にノベルティとかなんですけど、ちょっとこれ珍しいタイプですね。それと、まあこういった、まあいろいろコースターもちょっと置いてます。ジョニーウォーカーの、はい、コースターですね。これもサントリーさんの昔の古いコースターになります。で、こういったのも、これも、ホワイト&マッカイ。これもスコッチウイスキーですね。この辺のやつも結構古いタイプです。ただもっと古いやつがあるんですよ。このですね、これレーベンブロイという昔のこう、これは多分1960年代前後のコースターになります。あとはこちらもです。このですね、古いタイプの特色があるんですが、ここの部分がですね、もう紙の質がもうザラザラなんですよ。もうこういったのこうザラザラタイプのやつをもし見つけ誰こう見られた時はもう古いタイプっていうのがもう多分一目瞭然でわかります。でちょっとですね、昔のコースターってすごく厚みがあります。こういった形でですね、これも結構あれなんですが、であとは最近でいうこれはニカさんのこれステンレス製ですね。これちょっとすごく高級感とかあるやつがあるんですけどね、とにかく種類はもう幅広くいろんなこう種類があるんですが、また面白いのがですよ、この中でもこういった形でですね、ストーリーになってるやつとかっていうのがあるんですよね。こういったのまた絵も本当に可愛くって、やっぱりこう作られてる方ってやっぱなんかすごいなって思いますね。でまだコースターもまだかなり数を僕は持ってます。これはギネスの昔の古いタイプですね。いいんですよ、一つ一つのこのデザインとかがですね、はい、これとかもまたねこう可愛いでしょう。いろいろ種類があります。あとねこちらがちょっとね、もうちょっとキリがないんですよね。これともうお見せしたらですね、これもねいつかねなんかこうよかったら一つ一つね映像にこう流したいなと思ってますけど、それとですね、ちょっとこれ聞きますね。このケースっていうか分かりますか？このですね、はい、このケースってこの中に入れてるやつですね。これちょっと下側に行きます。パネルですね。パネルですね。このパネルはですね、今からもうちょっと数年前なんですが、長崎の平戸にですね、オランダ商館っていうところがあります。日本で一番最初にこうお酒が入ってきたとこって言われるんですが、そこで昔船乗りが伝えたお酒店っていうのをやったんですよね。その時にうちの商品の方をちょっとね展示をしていただいたんですよね。その時にこれスタッフの方がですね、これ作ってくれたやつなんですよ。皆様、週の始まりです。この1週間ハッピーでお過ごしください。以上になります。じゃららららーん。ペコ。